どうもみなさんこんにちは、タレバック工場のアンドゥーです。今回も坊ちゃん前回の続きから遊んでいきたいと思います。それでは25日目、サンタはどれ。なるほどね、12月25日ってことか。クリスマスですね。そういえばもうすぐここら辺も現実でもクリスマス近いですよね。皆さんはクリスマスの予定がありますか？僕はありません。うわ待って、めっちゃサンタいない。え、まあ、とりあえず、まあ、サンタといえば、まあ、白髪かつおひげのイメージなんだけど、まあ、白髪はちょっとわかんないじゃん。でも白髪じゃねえ、おひげはちょっと後ろなんでわからないんで、まあ、この男の人白髪一択、あなたがサンタさんだ。お、やっぱりビンゴじゃん。大泣きです。めっちゃサンタじゃん。でも違う、なんで。じゃ意外ともうサンタさんが白髪っていうのは古い考えなのかもしれない。もうこれだわ、令和は違う、黒髪サンタが主流です。わお、ピッツァ、一度は考えたことありますよね。あー、サンタさんが綺麗な女の人だったらどれだけ幸せかって。なんで俺はこの綺麗な女の人を選びます。この人がサンタだった場合、もう俺は大喜び、泣いて喜ぶ、ありがとう12月25日って言います。来い来い、あなたがサンタだ。来た、わあ、ほら見て、じゃこの白髪だ、間違いないでしょ。来た、完全にサンタさん。ハゲやないかい。ってことはもうこのムキ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 マッチョマン、これしかいなくない。あ、え、マジなんじゃあこのクローズか。あ、オープンになったぞ。あ、開いた開いた開いた。え、なんだ、わかった、一回戻って、あ、なんか降ってきた。いる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 、これでしょ絶対に。あ、あ本物だ、やべ、バレた。気まずい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 、バレちゃまずいから、子供の夢を壊すな。オーラまとってる。あー、プレゼントだ。やった。あぶねー、子供の夢を壊すとこだったわ。来ました、26日目、苦手な算数。あ、なるほどね、4+5はハテナと。任せろって、あ、なんか5持ってない。え、気のせい。このミキサー何かに使うんだろうな絶対。あ、いちごあるじゃん、これを入れるんでしょどうせ。はいはい、いちごが3つ入りました。はい、いちご、はい、いちごジュースにして。いちごジュースってさ、美味しい、なんかそんな気しないんだけど、これを誰かにあげるのかな。あ、妹にあげると。いちごジュース飲む。妹が汚した。あ、電卓あるじゃん、使っちゃえ使っちゃえ。4たす5って打つだけ、もう無敵じゃ。4たす5は打ちすぎじゃない、さすがに。お母さん、お母さん激おこ、文明の利器を使ってんじゃねえぞと。あ、なにこれ。ゲームね、確かに分かんないときはもうゲームとかやって、まあ一旦忘れること大切だと思う。行こう、ゲームで遊んじゃおう。楽しいな。すいません皆さん、録画をミスってしまい、先ほど大盛り上がりしたクリアの仕方を皆様に教えます。まずですね、この3をタップするじゃないですか。そうすると3が落ちてくるので3をゲットしますと。でこのいちごなんですけど、今までジュースにして妹にあげてたと思うんですけど、まあ、そうするとこぼしてしまうので、このままいちごの状態で妹にあげますと。でね、俺ここひらめいてたんですよ実は。このいちごをなんか文字で分解したらさ、1と5じゃん、だからそれで6が作れて、この3をうまく使えば9になるんじゃないかといろいろ考えたんですけど、まあそんなことありませんでしたね。で妹がいなくなったんで、ここに1と5をゲットできます。でこの1と5と3をね、どうにかして9にしないといけないんですけど、まあ、どうやって9にするか簡単です。ミキサーに入れるだけ、はいはいはいと、ミキサーに3つ入れて一気にミキシング、なんていうのこういうの、なんかシェイクします。はい、そうすると9ができるんで、この9をこの空欄のところに入れてあげる。そうすると坊ちゃんは、あ、私って天才、僕ってやっぱ坊ちゃんって名前だけあるよね、天才だもんみたいな顔して書き始めるんで、はい花丸ですよと。来ました、27日目、トレジャーハント。とんでもないとこ来たな、しかもなんか骸骨あるじゃん、大丈夫これ、怖。あ、なんだ開いたぞ。あ、なんだ、あ、隠れるってこと。え、何それ、何の意味もなくない。あ、火消せた、
このあなんかあるここに、あ多分この右のウサギの目でしょ、これを入れるんだ多分。光ったぞ、お青の鍵か赤の鍵かどっちか選べってこと、青で、おどうだ、え OK ここまで戻ってきました。ってことはこの赤い鍵を拾えばいいのかな、いや待って分かったわ、さっきさここにこうやって隠れられたじゃん、これだ、これを掴んだ、これをまず反応させる、やべ音なくなった、どうしよう、 OK でこれでこの青の鍵を取る、ではい今のうち、そうそうそこに隠れとく、そうすることによって、はい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 来た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 、これで生還でしょ、でも鍵はなくしちゃったわけだよな、どうすんだろうな、なんだなんかすごい重い、 OKOK、 あっこれが本当の鍵だったのか、これを刺すと来たでしょう、トレジャーハンターボッチャ、この一連の出来事により彼の名前は全世界と轟くのであった、さあどうだ、全世界にお前の名をめちゃめちゃ億万長者じゃんじゃあ今日はこれで終わりたいと思います、バイバーイ。